なんかやってくれよ一瞬帰ろうからって思ってさあ、開演前15分前でございます。よっしゃ、絶対みんな盛り上げていくぜ。間違いない、しかないでしょ。あふんしょ、よっしゃ、こいつら全メッキ剥がしてやるぜ。頑張れ、テーマメッキ剥がすから。うわー、剥がしてくれまだ調べたけど緊急事態ですね。何があったんですか。もう解錠してますよ。工作員シリーズの衣装にまずなるじゃないですか。あの一回休憩終わり、一回休憩終わり、そしたらみんな服確認したのに、カポールのネックレスとサングラス忘れたんですよ。どういうこと。最近じゃあネックレスとサングラスってあれね、あの尾崎の誕生日プレゼントなんですよ。でずっと尾崎は持ってて、だからちょっと尾崎それあれだけ頼むねって3回ぐらい言って、ちょっとじゃあ俺タクシー行ってくるわ。あと10分もないよ。あとあれ諸岡、途中格闘漫画ラルに変わるじゃないですか、黒龍山の浴衣も忘れてました。お前何してきたんだ。黒龍山の浴衣は上羅でこいつが裸でいいって言ったから。いやそれお前が忘れたから。えマジで上羅で来るの。いやちょっと見てらんないだろ。どうぞ見習うもの。心の準備は良いか。最高ですね。それではシネマンガファミリーナイト、さあ宴と行こうか。いいですね。最高ですね。皆さん最高や。いや嬉しい。激あったかい。すごいな。これとか。みんなコスプレしたり、友達になったり最高だな。じゃあ、早速最高のメンバーをどんどん呼んでいい。呼んでいきたいと思います。どうぞ。噛んだぞ。さあやっていきましょう。それでは最後のメンバーを紹介します。まずは変幻自在のギモンダンサー長井星ガッツォー。すごいな。さあどういう入り方するんですか。いけてるね。続いてガメラで俺にも任せろ。イチジクフッカー。いいですね。俺は今回カメラでお任せだよ。カメラをスーパーカメラマン普通にやらせてくれ。今日はお願いします。そして編集でこの男に勝てるやついない。俺に出せないエフェクトは何もない。ストーンマリアマン。今日は楽しんでくれるかな。いいかな。もちろんだろう。もちろんだろう。初めてだから。もちろんだよ。そう、マリオネーズ。さあ、そして、シネマンガテレビ、映画あるあるといえば、この男、ミスタームービー、尾崎映画館でーす。オールだ。Stop.
ドッキリ大成功。通ってたよ。そして切断だ。イエーイ。そんなバカな。何ですか、知らないか。一番最初の電話がのオフ会の生配信で、はいはい、映画館だけいなかったんですよ。はい、あ、いやなんですね。視聴者の人となんかドッキリはめたくねと。どうせあいつアーカイブ見てねえだろ。ね。アーカイブ見てたらこんなことになってないんですか。だからちょっとはめたろうと思ってみんなで。あの尾崎映画の最後読んだ時だけ、はい、全員リアクションなく、うん、何でお願いしますか。そしたら尾崎裏で俺なんかシューとかやろうかな。よくやってた。もう人気ないかと思った。自分だけね。ああここでもう終わったんだと思って。うん、いやー、良かったですね。いや、ドッキリみんな分かってたけど、本当に優しい方が一人。普通に発揮される方も、ドッキリだから。すみません、一瞬帰ろうからって思って。よかった。行っていい？行っていい？大丈夫？行っていいよ。じゃあもう一回、尾崎映画館です。お願いします。おら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 。みんな楽しんでくれるかな。イエーイ。お前が言うお前が言うお前のじゃないの。ありがたいですね。こんなもういっぱい嬉しい。ありがとう。ありがとう。お店もお分かり。うん。早いよ。あ、ちょ、宝物なみ、宝物なみ。AV 女優を見つける速度、俺らだけ異常に速い。どうしたどうしたどうした。いや、尾崎が飲みすぎた。3杯でも出来上がってる。尾崎だって一番弱いもんな。おい、それせいでしょ。お前さ、お前待って待って。マジで。どうしたもう飲むな。お前もうちょっと。やばいやばい。これでもうろれつ回らんとかなって。あれだろ、最初のドッキリが。え、今日これだってホストでしょ、俺。まあ、要はそうだけど。尾崎、水飲むか。水飲む。ちょっと、お前。酔っ払ってるから。水くれ。これ水？うん、それ水。あ、もらおう。やばい、バカだろ、お前。言って、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 本当に正解だろ。一仕事終わったじゃないんだよ。おもんない大学生みたいなことしてる。めっちゃ笑うよ。やりきったからな、大崎。さあ、ライブ終わりましたけど。朝、今、6時過ぎですか。6時過ぎですね。無事、終了しました。はい。いやー、ありがとうございました、ね。ありがとうございました。見てください、新年さん。来た時より荷物多くなってますね。あらしゃ、最高楽しかった。最後楽しかったね。ありがとう。